遅れて座った椅子。山川正夫。女子高校を卒業しての信子たちの初めてのクラス会は、銀座の洋菓子店の3階が会場だった。信子は今もその日のことは鮮やかに覚えている。ちょうど日曜日の午後で、だからデパートに就職した何人かは揃って姿を見せなかったが、一方に初夏の街を見下ろす大きなガラス窓のある四角いその部屋は、まるで船のボイラー室のように、若い女たちのおしゃべりが熱い渦を作り、それが一つのうなりとなって耳に聞こえていた。さすがにまだ結婚した者はいなかったが、それでもほんの三月前まで同じ窓辺で机を並べていた制服の連中とは思えないほどの全員の変化だった。みんな言い合わせたようにパーマをかけ、口紅を濃く塗って、思い思い残った大人の服装に身を包んでいる。信子自身にしても、その日のために初めて自分のお金で作った新調のサーモンピンクのスーツに手を通していた。お正月の晴れ着みたいな和服を着た2、3人もいた。だがそんな全員の服装がすべてどこか身にそぐわず、妙にケバケバしいのと、お化粧もまだ下手くそで、額が白く粉っぽかったりしているのが、結局はこの女性ばかりのクラス会のそれぞれのまだ幼いともいえる年齢を正直に語っていたのかもしれない。目立ったのは洋裁学校に通い始めた連中で、一目でそれとわかるぎょっとするようなトップモードを着ている、全く同一の流行の服地を着た2、3人が照れくさそうに値段を聞き合ったりして、一番高く買ってしまった一人が悔しげな大声を上げる。いつの間にか彼女たちが一塊になっていたのと同じに、気がつくと大学に進んだ連中、短大進学の連中がそれぞれの渦を作り、就職組はその間に点在する位置に散ってしまっていた。だが経大の英文に入ったというのに、一人だけ大学生のグループから離れている点でも、服装の点でも、信子の隣にいた池部初子だけはどうやら例外だった。その日、初子はマジックインキで前後にスポーツカーを書き散らした丸首の白いシャツを着ていて、灰色のタイトスカートの下は短いソックスとスポーツシューズという無造作な姿だった。髪も思い切りよく当時の流行のセシールカットに刈り、もともと異国的な顔立ちの美人で評判だった彼女のそのボーイッシュな軽装は、同性の信子にもひどく新鮮な洗練された魅力にあふれていた。だって信子、あなた何もお茶組みをするためにその食品会社に入ったんじゃないんでしょ?と大きな目をキラキラさせ、いかにも大学生らしい口調でその初子が喋っていた。ダメよ、おとなしくはいはいお茶なんか組んでやってちゃ。そんなだから日本のキャリアガールの位置はいつまでも向上しないんだわ。でも、信子はおずおずと答えた。そりゃあお茶を汲みたくなきゃ汲まなくてもいいとは言うわよ。だがそういう女は難しいから、みんな仕事も持っていかん。結局そんなやつは敬遠されて、頑張れば頑張るほどどこの営業部でも、いや女たちの中でも孤立しちゃう。会社という企業体、職場という人間関係の場で孤立して一体何ができる?って課長さん言うの。
だからよ、分かっちゃいないわね。ちらっと会場の遠くの教師たちの笑顔を見て、初子は器用な手つきで外国タバコを箱から一本だけ抜き、鼻から白い煙を出すと、信子に笑いかけた。つまり結局は勇気の問題よ。主張すべきことは主張し、そして女同士で連帯すること。したいことはする。したくないことはしない。人間にとって本当はこれが一番勇気のいることだと思うの。だって会社じゃこれはしたくありませんなんて言ったって通らないわ。だから長いものには巻かれる。その弱さが一番いけないことなんだけどな。分かっちゃいないわね、と信子は口の中でつぶやき、議論はやめようと思った。どうせ美人でお金持ちの大学生なんかには分かってもらえっこないのだ。退屈ね。私女って大嫌い。想像しいったらありゃしない。とすると不意に初子が言った。さりげなく目を伏せると、胸のスポーツカーの落書きの線を指でたどりながら、いささか得意げに声を潜めた。どうこれ、同じ自動車部の男の子に書かせたのよ。MG。そして白い煙を吐きかけ、初子は朗らかにまた笑った。信子は、はつらつとしたそんな初子に、すっかり気を飲まれていた。初子たちの警戒で明るい自由奔放な毎日を思うと、何かそれが太陽を直に見ることのように眩しく目に痛く、自分には危険なことのような気がしてきて、信子は初子から目をそらせた。もともとそんなに親しくはなかったのだが、その日、初子は帰りに信子を誘った。あなたも頑固だけど、無理に気取ってないから好きよ、と初子は言い、外でお茶でも飲まない？と、信子にだけ聞こえる声で言った。無論颯爽とした、その勝手の同級生への反感も湧いていないではなかった。でも信子は、とっさに低く、ええ、と答えてしまっていた。何よりも当然、大学進学組と校を共にするはずの初子、一番大人びた変化を身につけた美人の初子に、自分一人がこっそりと誘われたことが嬉しかった。日が長くなって、日没にはまだ間がある初夏のその銀座の歩道を、軽快なリズミカルな音を立てて、初子の靴が歩いていく。自分のドタドタした重い足音を気にしながら、しかし信子は懸命にそれを追って、背の高い初子に、遅れまいと小走りに歩いていた。きっといい対象だわ。美人と不美人。貴婦人か両家のお嬢さんと山出しの女中さんというところね。自分でもそう思いながら、だが信子は初子と離れることができなかった。どう見ても美人とは言えない、鼻が低く目の細い自分の大きな顔、小太りのみっともない大根足、それとせいぜいおめかしして、その結果余計やぼったくなってしまっている服装。でも信子は、垢抜けた颯爽とした美人の初子と並んで銀座を歩くことに、生まれて初めてのある華美な感覚さえ味わっていたのだった。若い男の二人連れが彼女たちに声をかけたのは、最初の角を曲がったところだった。よう、お茶でも付き合わない？固く白い襟の高い細身の縞の背広を着た方が気安く、そう言って初子の横に並んだ。
もう一人の、やはりズボンの細すぎる黒背広のサングラスをかけた方が、挟むように信子の近くに寄った。ねえ、30分ぐらいどう？二人と二人、ちょうどいいじゃないか。サングラスの男が柔らかな、囁くような声で言った。信子はドキドキして顔が真っ赤になった。初子を見た。初子は知らん顔のままで歩いていた。ねえ、ボーリングでもダンスでも、もし何だったらただお茶を飲んでお話をするだけでもいいんだけど。島の背広が初子の前に回りかけた。ダメよ、私たち久しぶりなの。にべもなくそう言い捨てると、初子は信子の腕を保護するように取った。そのまま二人の男の間をすり抜けるように通り過ぎた。男たちの笑い声が後ろに去った。二人の男はどうやら諦めたみたいだった。信子はまだ胸の高鳴りが続いていた。頬も熱い。その頬を押さえながら言った。私、あんなこと言われたの初めて。話では知ってたけど、本当なのね。きっと、初子と一緒だったからよ。何言ってるのよ。と初子は前を向いたまま声を上げて笑った。あなたこの辺はあんまり歩かないんでしょ？ええ、めったに。だから驚いたのよ。ひがまないこと。ほがらかなその口調に、信子もやっとくつろいだ気分になった。クスクスと笑い出して、弾んだ低い声で言った。ねえ、でも二人ともちょっとハンサムだったじゃない？惜しいな。惜しい？初子は笑った。あんなのいつだってうようよしてるのよ。今の連中だってこの辺ぐるぐる歩いてごらんなさい。きっと先回りしていて何度でも角を回るごとに誘うわ。きっとそういう連中よ。ふーん。あら、なんだか残念そうじゃない？と初子は言い、突然信子の顔を覗き込んだ。あなたは恋人いないの？当たり前よ、そんな、まだ。とっさに信子は答え、顔が赤くなった。とやはり歩き続けながら、初子はまた声を上げて笑った。さすがに少しムッとして、信子は言った。何がおかしいのよ。だって恋人なんてそんなに簡単にできるものじゃないわ。どうかしらね。と初子はまだ笑いながら言った。作ろうと思えばいくらだってできるんじゃない？簡単に。そりゃ、あなただから。違うわよ。そういうことじゃないのよ。とやっと笑いを収めて初子は言った。もし本当に欲しかったら恋人なんて一日に一人はできると思うけどな。一日に一人？呆れて信子は言った。初子はこともなげにうなずき、教えるような口調になった。だって一人きりじゃ気も重くなるし、何かと窮屈だったりするじゃない？私もだから時々気分転換に今度はあれってマークしちゃうの。別にふざけているとも、からかっているとも思えない小姉で、初子は続けた。簡単よ。まずそいつに明らかに差別して親切にしてやるのよ。他の男なんか目にもう入らないみたいに。それでも乗ってこなかったら自分に自分で、私はあの人が好きなんだって自己暗示をかけちゃうのよ。だってその人本当に好きじゃないんでしょ？まあね。でも厳密に言えばわからないな。案外その時は本当に好きになってるのかもしれない。まるで他人事のように初子は言った。とにかく
この手でやれば 100% 大丈夫よ。あとは適当にわがままを言ったり、すぐ折れて優しくしてやったりすりゃ、男ってみんな人がいいから、結構夢中になってくれるわ。ただ、弱虫になっちゃダメよ。男は女にすがりつかれたいなんてよく言うけど、本当にすがりついてくる女なんてすぐ嫌いになっちゃうから。初子、いつそんなこと覚えたの？さあ、経験でしょ？とケロリとして初子は言い、胸のスポーツカーの線をいじりながら、いたずらっぽく横目で見た。この彼もね、その手で陥落した一人。私の言うことなら何でも聞くのよ。よく平気ね。と信子は恐る恐る言った。そんな何人も恋人を作って。あら、どうして？初子は振り返った。だってそんな怖いし、そんな作り方少し無責任じゃない？そうね。その点ではさっきと同じことね。と微笑して、初子は答えた。要するに、勇気の問題だってことよ。本当にしたいことをしたいのなら、その人はどこまでも自分の主体性を、つまり自分の孤独を守り抜くだけの強さを持っていなくっちゃね。少しぐらい他人に白い目で見られたって、その勇気のない人は、恋人は夢の中だけのものにしておく方がきっと安全だわ。言って、初子はまた道を折れた。同じように道を曲がり、低く声にならぬ声で叫ぶと、信子は立ちすくんだ。正面からさっきのあの二人連れの若い男がニヤニヤしながら歩いてくるのだった。何気ない口調で初子が言った。どう？あの二人と付き合う？いや、いやよ、いや、と反射的に信子は叫んだ。すがりつくように初子の腕を抱えていた。二人の男の笑い声がまた信子の後ろに消えていった。どうしたのよ、さあ行きましょうよ、と初子が言った。その時の初子の哀れむような、嘲笑するような、彼女を見下した眼差しを、信子は忘れられない。あの時、信子は自分の勇気のなさ、怖くて不安で、到底一人きりで自主的な行動など取れない自分を、その弱さを、一瞬のうちに初子に見抜かれてしまった。と感じたのだ。そして信子は自分が要望やスタイルの点ばかりではなく、根本的に恋人を持つ資格がないのだという確信、恋人なんかもてっこない女だという確信を、初子のあの眼差しとともに、その時はっきりと心に焼き付いてしまってもいた。初子に手を取られ、再び歩き始めたとき、信子は萎えたように膝に力がなく、全身が震えていた。だが、信子のその日の記憶は、それで終わりではない。やがて初子と共に入った喫茶店で、赤い絨毯の敷かれた2階への階段を上がりかけたとき、そこに立っていたボーイが、こう言ったのである。あの、失礼ですが、2階はご同伴様だけになっておりますので。あら、そう。じゃあ他に行きましょう。怒ったように出口を向く初子とは別に振り返って、信子はそのご同伴専用の2階への階段を見上げた。階段の上は薄暗く、そこには多分、自分には決して足を踏み入れることができない魅惑的な恋人たちの世界があるのだと思った。信子はその赤い階段を
まるで禁断の世界への門を仰ぐような気持ちで脳裏に深く刻みつけた。それから4年がたった。季節こそ初夏ではなく春だったが、久しぶりのクラス会はまたあの洋菓子店の3階が会場だった。デパート勤めの連中から講義が出たとかで、その日はウィークデーだったが、やはり最初と比べると出席者は少なかった。だが信子も初子も出席していた。席はまた隣だった。会は4年前のようには盛り上がらず、今度は既婚者の連中、虚婚者のいる連中が一塊になって、姑の悪口やら育児法などに熱中しきっている。大人の服装も化粧もすっかり板についてしまっていた。二人はその渦から離れていた。あの時の自信に満ちた言動を忘れたかのように、初子は卒業した彼がいかに優柔不断になったかをこぼしていたが、信子はもう勤めについては何も言わなかった。時間が経ち、いつかのように初子はまた信子の耳に口をつけた。ねえ、一緒に歩かない？残念だけど、とそれを待っていたように信子は言った。私、主人と待ち合わせをしてるの。え？結婚したの？信子。初子は驚きを隠せずに言った。その目を見つめながら、信子は笑った。ええ。でもめったに銀座になんか出てこられないのよ。それで今日は一緒に夕ご飯を食べる約束をしたの。呆れた。よくも隠してたわね。だって、と信子は言った。平凡なの。親戚が持ってきた見合い結婚なの。だから別に何も言うこともないし。いつ？それが、ほやほやなの。今年の2月。だからクラス会の幹事の連中にもまだ教えてなかったのよ。会社は1月に辞めたわ。考えられない。と初子は言った。驚いた顔のままで、どうやらそれはびっくりした時の彼女の口癖だった。でしょう？ろくに恋人を作る勇気もない私が結婚しちゃうなんて。信子はハンドバッグから結婚指輪を出し、ゆっくりと左手の薬指にはめながら言った。恥ずかしいから黙ってたの。確かにいつかあなたの言った通り、私は勇気がなかったから恋人は一人も持てなかったわ。でもその代わり、夫を持つことができたわ。恋人とこそ縁がなかったけど、でもそういうのかえって、奥さんになるのに向いているのね。あなたは相変わらず、恋人だっけ？こいつ。とふざけて、打つ真似をしながら、そんな初子の顔には、急に弱々しい、一目置いた表情が浮かんでいた。信子はその初子に笑いかけた。じゃあ、お先に。それが用意してきた最後の言葉だった。しらけて黙り込む初子。今は他の同級生たちと変わらない、いや、まだ結婚の気配がないだけ、かえって卒業当時のままのような子供っぽい印象の初子を後に残し、信子は会場を出た。まっすぐ夫の待つ駅前の小公園へと歩いた。堅物の建築技師の夫はすでにその公園のベンチに座っていた。やあ、早かったね。
と声をかける夫に走り寄ると、信子は甘えた声を出した。ねえ、お願い。行きたい喫茶店があるの。五道半でしか入れてくれないところなのよ。そこへ連れて行って。アベックシートか、苦手だな。だがそうは言いながら、夫は信子に続いてきた。信子の行き先は、もちろん4年前、初子と共に行き、断られたあの喫茶店の2階だった。今度はボーイが、どうぞお2階に、と言った。彼女は夫と共に、堂々と腕を組んで赤い絨毯を登り、照明の暗い2階の一方にしかシートのないボックスの一つに、その夫と並んで腰を下ろした。が、期待に満ちてその椅子に座ったはずの彼女を襲ったのは、予期に反し、ようやくこの4年間の望みを果たしたという満足感ではなかった。むしろ、幻滅というのに近い、しらけた感慨であり、一つの違和感でしかないのだった。信子は、この4年間の自分が、遥かな背後の闇に去って、自分がもはや、彼女とは別人の一人の人妻にしか過ぎないのを全身で感じていた。今になってここに来ても、それはあれからの自分の欠落を癒すものではなく、ただその頃からの自分との遠い、しかも決定的な距離を、改めて彼女に思い知らすものでしかなかった。信子は呆然として、宅の赤いシェードの光を見ていた。とにかく、彼女は遅れすぎてそこに座っているのだった。あれから4年間の自分、それは闇雲に自分は絶対にここに来ることはできないのだと、独り決めにし、自分のその一つの不能を恨めしがりながら、しかし頑なにそれを確信しきっていた自分だった。恋人と共にこの2階に上がり座ることは、そんな毎日の中でのみ価値や意味を持ち、おそらくは独特の魅力的な暗い輝きさえ放っていた。一つの夢に違いなかった。でも私はもう二度とその夢を満たすことができない。ふと信子は思った。でもなぜこの4年間、私は誰かとここに来ることができなかったのだろう。たとえ現在の夫であるこの人と一緒にでも、どうしてここに座れなかったのだろう。私はその時にしか見られないもの、その時にだけしか生命を持たない感覚、その喜び、その幸福をすべて永遠に失ってしまっているのだ。どうも照れくさいな。まるで恋人同士だな。と運ばれてきたジュースに口をつけて、夫が小さな声で言った。意味もなくうなずき、突然奇妙な心残りが、信子の胸を刺した。彼女はその自分の中に、もはや決して埋められることのない心残りが、まるで二度と手に取れない忘れ物のように黒い口を開けているのを、その時初めて明瞭に意識したのだった。